はい、おはようございます。高井木です。いや、今日も始まりました。和歌山県からですね、群馬へ向かって2日目になるんですかね。こっちか。お、すごいとこ行くね。今日ね、今どこに向かってるかというと、これ合ってる？合ってないんじゃないの？君の名はのね、あの舞台になったというか、イメージした土地になったと言われている、長野県のですね、高ぼっち高原というところを目指しております。あ、合ってるわ。高ぼっち高原 8.6 キロ。もうね、君の名はを見たことない人ってまあ、あんまりいないと思うんですけど、すっごいね、あの美しい映像でね、あの自転車も高ぼっち高原を目指すのでしょうか。高台の上の方からこの見下ろす諏訪湖がですね、君の名はのね、舞台になった映像ですよ。この映像と瓜二つということで、作者がね、モデルにしたんじゃないかなと言われている場所です。ずっとね、気になってた場所だったんで、本当はね、君の名はの聖地を回るね、ツーリングとかもいいかなと思ったんですけど、まあ、ちょっとね、そこまでの時間が取れなかったので、今ですね、和歌山紀伊半島一周したね、旅の帰りにですね、ちょっと寄ってみようかなということで進んでおります。こんな険しい山というか、細い道を登っていくとは思いませんでしたね。しかも8キロって結構あるし、これ帰りも同じ道じゃないと帰れないんじゃない？なかなかでしょう。まあ、山をね、一山、おいおい見てんのか、これぶんな、信じられない、あぶんな、何この車、どういうタイミングで出てくるわけ。危ないですね。見てないんでしょうね。びっくりだわ。このようにすれ違うのもギリギリの道です。いや、これをね、8キロ登るのはなかなか至難の業ですね。はい、ということでね、なんとかね、すれ違いすれ違いがギリギリなんですけども、まあ、車同士はね、バイクはまあね、なんとかなるんですけど、車は大変そうですね。って言いながらね、あと 1.5 キロというところまでね、やってまいりました。まあ、先行者がいてくれるんでね、すれ違いに早く気づかれるんでいいんですけど、バイクね、単体で走っているときはちょっと、まあ、正面衝突をね、気をつけないと危ないですね。まあ、8キロね、上の方に登ってるので、かなりね、標高は高いところまで行くんじゃないのかなと思います。なんかね、この道路の名前が高ぼっちスカイラインっていう名前がね、ついてるらしくて、そういうふうにね、カーナビに表記されてますね。
こんな感じなんですよ、すれ違いが。あの四国にね、登る山でね、ありましたね、こういう道ね。四国のマチュピチュ、なんていう名前だったかな、名前忘れましたけど、あの山もね、こんな感じの道でしたよね。でもこれかなりね、車行き来があるんで、やっぱ君の名は効果すげえなね。え、君の名はがなかったらこんなあの偏僻なところ誰も来ませんよ。君の名は効果で、しかもゴールデンウィークで、みんなじゃあ行ってみるかってなってるんでしょうね。ああ着いたかな。はい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 。あ、このね、細い道だったのに急に開けましたね、駐車場は。へえ、思ってたより広い駐車場ですね。あ、牧場か、これは牧場があるんだ。へえ、砂利道の駐車場ですけど、あ、これさらに多分登るんですね、歩いてね。あれどのぐらい登るんだろう。みんななんかハイキングみたいな感じの格好で来てるけど、山そんなに登るの？登るの？よいしょ、この辺に止めさせてもらおうか。着いたぞー、着いたー。はい、ですね、今のね、駐車場からはあの登山する人たちがね、車を止めて歩く場所を中継地になるような場所みたいで、実際にはね、まだまだ上に行けるようでございます。すごい、ここでキャンプできるんだ。あ、こっから上に登れるのか。高尾高落ち高原ファミリー広場ということでございますと。なるほど。400m、 この辺だったらね、歩いてもいいかなと思います。いや、簡単にね、見れるんかと思ったら歩くんですかね、結構ね。それでみんな登山の格好をしてきてんのかな。こんな感じでね、どんどん登っていかなくてはいけません。いや、でもこのね、山の頂上でキャンプする人たち、なかなかのキャンパーですね。相当気温、日中でも寒いのに夜はやばいですね。暖房器具必須かと思います。なかなかきついな。雨が降ったんですかね。
地面が湿ってます。まさか登山することになるとは思わなかったですね。いや、この道で合ってんのかな。これは君の名はのね、風景だけ見れればそれでいいんですけどそこがどこだかわからないのでね、ちょっと行ってみるしかないという状況になってますけども、素晴らしい、ちゃんとこういう休憩所もあるんですね。ああ、あそこがさっきの下の駐車場ですね。あ、もうあそこが展望台になってるのかもしれないですね。よし、最後の踏ん張りどころ、頑張っていこう。先ほどの駐車場からですね、もう一個ね、絶景スポットがありそうだったので今残ってるんですけど、かなりの山道、かなりの階段を登ります。ああ、きつかったけど来たね。高台からも見えるんですけど、ここはさらに近いね、見晴らしの丘、
お花畑と書いてあります。じゃあこれね、カメラを変えて皆さんにぜひ見ていただきたいと思います。ではどうぞ。うっすら見えるんですけどね、この画面の中心にある山が富士山ですね。もうちょっとね、空がすっきり晴れてれば見える位置にはですね、今でもね、自分の目だとうっすら見えますね、富士山が。そして下に見えますのは諏訪湖です。すごい眺めです。下りはこんな急ですので、皆さん注意して下ってください。怖っ、危なっ。はい、ということでね、皆さんいかがでしたでしょうか。君の名の舞台になった高ぼっち高原、ぜひですね、目指して来ていただく価値はあるかなと思います。またね、君の名はの舞台もですね、機会があれば各地巡りたいと思いますので、皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた。高行き追走クラブチャンネル。